コンビニ社労士安さやかのウィークリーコンビニラジオ皆さんこんばんはウィークリーコンビニラジオがスタートいたしましたパーソナリティは私コンビニ社労士の安さやかです106回目の放送となります本日も1時間どうぞお付き合いくださいさて今コロナがまたどんどん増えていますねそして若い方の 死亡のニュースもたくさん入ってきております皆さんいかがでしょうか体調など崩されていないでしょうか私もですねちょっと油断をするとすぐ頭痛になったりとかちょっとお腹壊しちゃったりとかそういったことがあるので気をつけようって思ってるんですけど今って普段の生活をしていてももしかすると感染してしまうかもしれないというぐらい かなり爆発的に感染のスピードが広がっているような気がいたします沖縄も今たくさんの方が感染されているという状況で非常に心配なニュースが飛び込んできておりますなかなかここまで来るともう本当に気をつけるに越したことはないっていうところはもちろんあるんですけど気をつけていてもなおかかってしまうっていう方もいらっしゃるようなので 本当に念には念をではないんですけれどももうありとあらゆる手段をですね講じてみんなでなんとかこの大変な状況を乗り切っていきたいなと思っております。ワクチンという手段はありますがなかなかこれはね予約が必要だったりして全ての方にまだ行き渡っている状況ではないですしまあその点で言うと私自身も実はまだ受けてないんですけど あの結構極力本当に必要な時以外は外出の頻度を減らして基本的には家の中でで仕事ができる環境を作っております、まあ私の会社のねあの職員には一部出勤をさせてしまっているところもあるので本当に心配ではあるんですけども、まあ、代表というか経営者もこう倒れてしまうとどうしようもない部分もあったりして当然ながら一人一人のうちの職員もね 倒れてしもう何よりも周りの人が体験談を語ってくれることが増えてきたんですけど非常に皆さん辛いということをですね書かれていたり口にされたりしているので,で今もね知り合いがやっぱりナっでね感染している状況というのもあって本当に身近なところまでコロナが迫ってきているなっていうことを感じております。ぜひ皆さん本当に 気をつけてて過ごししきましょうそして不要な外出ですとか大声で誰かと話をするとかそういったことはね極力今は避けてやっていきましょう。1年前はねなんか暑、まあ、い夏だとウイルスはそんなに流行らないんじゃないかなんていう話もあってでマスクをしてるとね熱中症になる方もかなり増えたということで。 まあここ数十年始まって以来の出来事だったこともあって皆さんがなかなかその状況を把握しきれないまま過ごしていた中でしたけれどもある程度そのウイルスがまあもちろん変異はしているので全てが解明されているわけではないですけど症状とか状況がある程度明るみになっている中でこれだけ爆発的な感染が起こっているしかもこの暑い季節に起こっているということは 全く暑いとか寒いとかっていうのは関係なく広がっていくものだということなので本当に皆さん気をつけていきましょうやっぱりこの話っていうのはもう1年以上続けてますけどいまだに収まるところを知らないどころかどん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 増えていっているように思いますので、まあ、ぜひね本当 なんか避けて通れない話題ではあるんですけど、早くこの話題がねなく。純粋にいろんな情報をお届けできるようになっていったらいいなって思っております。連日有名の有名人の方も感染のニュースがどんどんあったり。あと千葉真一さんがね、本当に残念ながら亡くなられて。で、その。まあ、要因と言いますか、原因になったのがコロナだったということもあって、今まで。 当たり前に情報を発信していた人たちが亡くなってしまうという事実どんなにこれは知り合いじゃなかったとしても関係性が深くなかったとしてもやはり衝撃的な事実であることには変わりがありませんですので是非皆さん何度も言ってあれですけど気をつけていきましょう私も気をつけていきますということで。 このラジオはウィークリーコンビニラジオですのでコンビニ業界に関わる情報をお届けする番組ですまたコンビニで働く方コンビニが大好きな方が聞いてあなるほど役に立つなと思っていただける情報も発信していきますですのでコンビニだけではなくてコンビニ以外のお話もしています割と積極的にその辺りはやってますでなんでそういうふうにやってるかっていうと 例えば、まあ、聞いているリスナーさんがコンビニ業界の方ではない場合にコンビニの話をすると結構興味深いかなって思う視点もありかつコンビニで働いている方やコンビニで働いたことがある方が例えば違う世界の情報に触れた時にあそういう他の業界ってトレンドがあるんだとか視点があるんだとか。 あと経営全般っていうんですかね経営とか働く上での全般のお話などもできるとその働くっていう社会人としての価値観とか考え方とかいろんな引き出しが皆さんにこう提供できた時にみんなで成長できるんじゃないかなっていうことをいつも考えて情報発信しております。 そういった観点からですね、コンビニに限らない話も積極的にやっていきます。そして27日の放送、107回目の放送はゲストの方をお迎えして、こちらちょっと収録の予定なんですけれども、お届けしていきますので、ぜひ楽しみにされていてください。えー、私もですね、直接お会いしたことがない方なんですけど、 何回か Zoom でお話をしましてとっても素敵な方だったのでぜひ皆さんにご紹介したいなって思ってゲストとしてお迎えすることにいたしました。で私ちょっと今あの実はこの週末中小企業診断士という試験をです、ね、受ける関係であまりちょっと気持ちの上での余裕とか時間の上での余裕がなく今話しているこの状況も かなり余裕のない中で話しているのでもしかしたらそれが皆さんに伝わっていないかちょっと心配なんですけどあの何でしょうま楽しくねやっていきたいなと思っていますしまあこの来週ゲストとしてお迎えする飯田正明さんという男性の方なんですけど本当に明るくて素敵な方なんですあのお子さんもねいらっしゃってすごく本当になんか穏やかな方っていうんですかね。で えと来年以降かなに、えー、北海道に移住をしてねもちろんこうコロナがねそのまでに収まっているといいんですけどあの北海道に移住をしてでもうどん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 その地域を巻き込んだお仕事をしていきたいって地方創生のねあのお仕事をされたいということで、まあ、今回お話をいただきそして私も非常に共感をしましてあじゃあぜひ 私のこの番組でお話ししてみんなでつながっていけたらいいなっていうことをですねお話しさせていただいたんです。で快くお引き受けいただきまして本当はね最初生放送なんて話してたんですけどちょっといろんな都合もありまして収録での放送となる予定です。 ぜぜひぜひ皆ささん楽ししみにてていいくださいギノワンのねリスナーさんは本当に全国にたくさんいらっしゃっていつも私が生放送をするときにコメントをくださる方々もあちこちにお住まいの方なのでそれこそね北海道の方もいらっしゃいますもんね。ですので本当に全国的なあの ラジオ局として私もこうやって情報を発信させていただけることに本当に感謝をしておりますので、ぜひぜひ楽しみにしていてください。で、またラジオをゲスト出演したいですっていう方、遠隔収録可能ですので、ぜひぜひ、あのどしどしお気軽にご連絡いただければと思います。 f m 技能ワンのメールアドレスは797 at f m g 能ワン1 c o m もしくは私コンビニ社老師安さやかのツイッターを検索フォローいただければえつながっていただくことができますよくコメントをくださる方はですねあのもうすぐにフォローをバックさせていただきますのでぜひぜひつながってくださいえそして DM からねダイレクトメッセージからご連絡いただいても全然構いませんのでお待ちしておりますあとは コンクリ株式会社という私の会社のホームページのお問い合わせ欄からもお問い合わせやご連絡可能ですのでぜひそちらもご活用ください、まあ、コンクリ株式会社とかコンビニ社労士っていう名前で私の情報にたどり着きますのでぜひぜひよろしくお願いいたしますいやーこのね試験が終わったらちょっともうちょっとね オンラインっていいますかホームページとかツイッターとかそういった情報発信に力を入れていきたいなと考えておりますちょっと6月の頭にね試験を受けようって決めてからなんかあれよあれよと思う試験直前で明日からなんですけど2日間あるんですけどいや本当にもしあのこのリスナーの方でいらっしゃらないかもしれないですけど。 あの中小企業診断士試験受けららられる方いっっしゃったらぜひ一緒に頑張りましょう私はねちょっと残念ながらというかあの6月の頭に試験を受けようと決めてで即行でオンラインの講座を申し込んで,でほとんど仕事で勉強できなかったりまあちょっとサボり癖もあるのでねついつい YouTube 見ちゃったりしてもう勉強がね全然追いついてないので本当あの多分聞いてくださっていてかつ「明日試験だよって明日明後日試験だよ」っていう方は。 多分勉強されていてちょっと優雅な夜前日を迎えていらっしゃるのかなと思うんですこの番組を聞いてくださっているということはなんですけど一緒に全力を尽くししてて頑張っていきましょう,う私もね今持てる力は発揮できるように頑張りたいなと思っておりますのでえー、っと多分ねこの番組が流れてる時は勉強していると思いたいはい。 これねあの20日の朝に撮ってるんですけどもうこの時点でかなり余裕のない状況です。今私の周りには、えー、その講座のテキストといいますか資料がありまして明日多分超身軽ななな状況で試験会場に行くんじゃいいかなと思います、えー、私の家からもねそんなに遠くないまあ、でも近くもないかなでもそんなに遠くもない、えー、っと,ところでの、ね、試験になるようで,で、まあ、一つ一つの科目がね あって全部で7科目あるんですけど広いよねでも、えー、と一つ一つの試験が1時間ないし1時間半ぐらいの比較的短い構成にはなっているので。 まあ、社労士試験に比べたら楽かなあ。そうそう、社労士試験もねあるんです。22日日曜日朝から夕方までありますので、社労士試験の受験の皆様もぜひ全力を尽くせるように応援しております。まあ、私は違う試験ですけど、一緒に頑張っていきましょう。合格目指せということで。はい。この番組は三歩をよしの未来へ見える。未来。 店舗支援システムキズナルファでおなじみ株式会社 c b s コンシェルの提供でお送りいたしますココンウィークリーコンビビニニーー安ウィクリラジオあなたの人生に輝きをたくさんの仲間に出会える場所人生の喜びを発見できる場所それがベタニアチャージです 苦しんでいる人、悩んでいる人、一度訪れてみてください。九八八四七八二、沖縄ベタニアチャーチ。交通量が多い、字幕付きの映像で目に留まる。浦添市ぐすくま五十八号線沿いの大型ビジョンで、あなたのお店、イベントなどなど、PR しませんか。お問い合わせは、レイ四五六七レイ七六四レイ。ぐすくまタウンビジョンまで。 ギノアンヒルズ通り命デイゴ通りにはいろんなお店がショッピングカフェ飲食雑貨そして絶景の夜景スポット新しい宜野湾の楽しみ方がきっと見つかる宜野湾ヒルズ通り四天満宮から伊佐交差点へとつながる坂道宜野湾ヒルズ通りに遊びに来てねあなたの大切な方のお見送りを一緒にお手伝いさせていただけませんか大切な人の最後だかからしっりりやりたい 電話番号は安心・事前のご相談は葬儀社新化へ「ムービン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 引っ越しするならムービング・ムービング・ムービンムービン県内・県外・ムービンお部屋の片付け荷物の預かりムービン沖縄引っ越しセンター」「012049-7755」

はい。ということで、えー、私の中小企業診断士試験受験前日の8月20日106回目の放送をお届けしております。すみません。ちょっと私視点になっておりまして。はい、えー。皆さんは試験を受けたことはありますか、まあ、例えば、大学、高校、中学、まあ、もうちょっと前にもいろいろ試験があるかもしれないですけど、まあ、そういう、いわゆる 学校の受験を経験されている方はたくさんいらっしゃると思います。で、また、資格試験、私のように、まあ、社労士とか診断士とかいろんな試験がありますけど、そういった資格試験にチャレンジをされたことがある方もいらっしゃると思います。いや、あの、試験の、なんですかね、この受験勉強のモチベーションっていうんですか、保つの本当に大変ですよね。 皆さんで受験された方ってどんな風にそのモチベーションを保っていらっしゃるんでしょうか私結構夏休みの宿題もギリギリでやるタイプなのでもうねほんとカジマのなんとか力になっちゃうんですよあるいは一夜漬けみたいな もともとね学校の試験で中間テストとか期末テストとかそういった時ももうわけわかんないと思った時に前日に一から全部ノートにまとめ直してそれで例えばクラスでねこうあの世界史の授業が高校の時にあったんですけどその先生が私はすごく好きだったんですけど教科書をずっと読み続けるっていうスタイルの授業をされてた時にみんながもうなんかえっってなってで全然頭に入ってこないと。 いうことで,でなんか平均点がねその時の一番最初の世界史のテストの平均点が30何点とかだったんですよ38とか9とかもうなんかとんでもないぐらいの平均点を叩き出してたんですけど私も多分その勉強だけ聞いてたらいや全然頭入ってこないどうしようと思ってパニックになってでその試験がある前日の夕方からですね ほぼ夜中明け方近くまで試験範囲の80何ページぐらいの量を1からノートにまとめ直すという傍聴に出たことがあるんですでもそのおかげでまあ、全然睡眠は取れませんでしたけど点数は84点とかだったかなを取ることができてまあありがたいことに当然ながらっていうかクラスで一番を取ったんですよっていうねこともあって私結構結構 こう一夜漬け派なのでまあ今この放送が流れてる時にはあのひたすら問題解いてると思うんですけど、まあ、それでねなんとか今までの試験とかも事なきを得たんだけどさすがにやっぱり範囲が広いとか法律の内容とか深い領域まで勉強するような試験っていうのは一夜漬けじゃ到底難しいわけです。もう科目数やら何やらら何が多いので 私も、社老士試験の時には、一番勉強したなっていう自負があるくらい、実はやりました。で、どんなことをやっていたかっていう話を少しだけ共有させていただいてもいいでしょうか。あ、いいよって声が聞こえてきたので、お話しさせていただきます。私もですね、社老士試験の受験の時、今から11年前ですかね。11年前に、 当時コンビニ業界の本部でトレーナーとして店長さんやオーナーさんの研修に携わっていた時です。きっかけはその中の科目に法律を教える科目があって労働基準法とか労災保険法とか雇用保険法とかそういった店舗経営で必要な情報を分かりやすく伝えるっていう実は講義が座学研修があったんですよ。 でそれを教えなければならないという環境になって初めて試験勉強をスタートしました。で最初私2回受験して2回目で合格してるんですけど1回目の時は8月に試験があってこの第3週日曜日に試験があってで、えー、っと4月かな勉強を始めたのがなんかまるで今回のような感じですけど4ヶ月ぐらいの勉強で超独学だったんですよ。 でその時はもう漫画をすごい読んで漫画でわかるシャロシー試験みたいなやつをめちゃくちゃ読んでてで老期法にに関してはそれでで頭に入ったんですよこれが面白いことにやっぱり漫法って働く上での法律の本当に基本的なところなのでなんか今の今のっていうかその当時の仕事をの状況を思い出しながらイメージと結びつけて勉強ができたので比較的 覚えたり理解するのが早かったんですよねってすっごく楽しかったんですよあだからブラック企業って呼ばれるんだとかねあったったった,った <laughs> 言っちゃったそうなんか長時間労働が当たり前で当時私も8時ぐらいにまあもうちょっと出勤する、まあ、8時半とかに出勤して夜中10時とかまで働いてたりコンビニの本当の最初の時は8時に出勤なんで、まあ、6時ぐらいに起きて。 で支度して出かけて8時からもいきなり、えー、とピークの中レジを打ちながらレジの生産してって言ってってバーってやってで夜中の2時ぐらいに帰るとかねそんな生活もしてたのでその状況を思い出しながら勉強すすするとめちゃくちゃゃくかかりやすかったんでで、よねで。こうやって実体験があるよっていう方はその実体験と試験の内容を うまくリンクさせて覚えていくと結構早かったりします。なんかその文字を見た瞬間にその当時の情景が思い起こせるぐらいまでリンクしていればもうなんか参考書とかなくてもある程度の力量で問題が解けるかなと思うんですよね。っていうのをやってました。で、あとはまあいろいろさすがにちょっと1回目の試験の時は 手応えはあったんですけど残念ながら不合格だったのでもうそのまんますぐ効率的に勉強できるって言ったらやっぱり予備校だよなと思ってその当時は予備校に通いましたあの申し込みをすぐしてで毎週土曜日にあの予備校まで行って朝から夕方まで勉強してたんですよで誰かと仲良くなるということもなくもうひたすら前の席に座ってですね先生のあの なんかちょっとつまんないギャグとかも含めて <laughs> あの弾きながらですねで拾えるところというか自分の中で落とし込めるところはどんどん落とし込んでいって勉強してましたねまああんまり人気のない先生だったんですよ予備校ででもすごく私は分かりやすかったしシンクロしやすくてでとってもはきハキしゃべる先生だったのですごくで良かったですその先生に出会えて私の場合は。でも人気がない 人気のある先生って、本当にすっごい受験する、その生徒さんっていうんですかね、いっぱいいるんですけど、私の行ってた講座って、本当10人ぐらいしかいなくて、なんか広い教室に10人みたいな。 うんちょっとシャレになんないよなっていうぐらいの差がどうやらあったみたいなんですけど私はそっちの方が良かったです実際にね人気の高い先生の授業に行ったら面白いんだけど全然頭に入ってこなかったんであ私結構僕とつな先生の方が好きなんだなって思いましたはいそしてえっとそれは最初はねアウトプットじゃなくてインプットを中心に講義を受けてやってたんですけど、えっと、8月の試験に対して3月とか あたりからだんだんんんアウトトプットの気に入っていくんですねでその時点で模試とかあの答案練習答練っていうのを受けたら全然点取れないんですよもう1点取れたかぐらいのもうなんかことごとく間違えちゃってやばーと思ってこれは受からないかもしれないとでもなんか受からないってそこで諦めるのも悔しいなと思ったので実はその時にですね1日単位での勉強を スケジュールを組んだんだですよ自分でエクセルを使ってで当時ね実はちょっと会社が傾いてでかつあの会社がね結構私たちを放置しているような状況だったんでちょっと言っちゃいけないんですけど内職してたんですよはい言っちゃうとでその時にああと思って勉強しようと思って当然これ仕事のために私勉強してる わけですから、まあ、これ仕事だよねなんか本当はいけないのかもしれないけどやることがなかったんでもうそういう勉強のスケジュール作ろうと思ってあの会社のパソコンでガシ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 エクセルでで試験の勉強のカリキュラムというか勉強の計画を立ててましたあのもしそれね知りたいっていう方がいたらね今でもメールとかで送れるのでよかったら言ってくださいでそれを自宅のパソコンというか、まあ、自宅の見れるメールアドレスに飛ばして あんま良くないですけどでそれでそれをあの家のパソコンでダウンロードして見ながら勉強してましたはいで試験まで本当に1日単位でやってましたしでもうほに後半はアウトプットしないとまずいと思ったんでとにかくもう問題を解きまくるで一番効いたなと思ったのが私まあ電車で通勤してたんですけどその電車の中でえー とやってた一問一答の単語帳みたいなやつが、実はレックっていう予備校に通ってたんですけど、東京リーガルマインドっていうやつですね。で、そのレックさんの一問一答の単語帳みたいなあの過去問集があって、それをめちゃくちゃやったんですよ、私。もう、行き帰りの電車の中の、まあ、そんなに通勤時間なかったんで、往復で、ほんと30分ぐらい、ほんとに近いところにいたんですけど、 で、その中で、あの、て言うんですか。最初は1往復で1科目をやりきる。で、慣れてきたら、片道で 1, 1往復じゃない、1科目やりきる。で、もっともっと慣れてきたら、その1日の通勤時間の中で、えー、3科目ぐらいやるっていうところまでを毎日毎日、本当に繰り返してやっていきました。で、それと合わせて10年分の過去問集っていうのが別途あって、で、それは、 私故郷が松山なんですけどたまたま松山に帰省した時にあレックの講義ちょっと受けに行ってみたいなと思ってでその時にあのなんか飛び入りみたいにして、えー、とその松山の先生の講義を聞いたんですよ。である程度もう内容は自分の中でその先生から聞いて別の先生から聞いてね知ってはいたのでふんふんふんっていう感じで聞いてたんですけどその中で紹介してくださった 何ですかね問題集があってあこれ5月ぐらいだったかなゴールデンウィークで帰省したのかなでその紹介してくださった問題集がめちゃめちゃ良さそうだということで私はそれを速攻で購入しましてでの試験勉強のカリキュラムといいますか、まあ、スケジュールの中に組み込んでそれもやってたんです。でそれはさすがに電車の通勤時間ではできないので家に帰って。 本当夜10時から夜中の1時とか2時ぐらいまでひたすら見てましたで左側に問題があって右側に回答と解説が載っているタイプのものだったんですけどそれがねすごく私の中ではよくて、まあ、できるだけその右側の回答を見ないように問題を見るで全然分からなかったらもう右側を見るっていう風になんか間違えて覚えるっていう方法もあるけど、まあ、もう分かんねえやって思ったら分かんないって で割り切って回答を見るっていうのを繰り返し繰り返し何回も5回転ぐらいかなやってましたね。で、社老士試験も科目数がめちゃくちゃ多いんですよ。で、しかも扱う法律って細かいものも含めれば本当に50を超えてくるので、社老士試験ってこう深くて狭いって思われがちですけど、とんでもないですよ。めちゃめちゃ広くて深かったんですよ。で、あかんと思って、それで、 そういう一日単位の勉強スケジュールを組んでで結構遅れたりはしてたんです特にその10年分の過去問の方がなんか研修終わってね人と話しまくって疲れて帰ってきてやろうと思ったらもう寝ちゃったとかあの布団に入りながらやってたりもしたんですよ。さすがに、えー、っと睡眠時間なないいい状態でででで研修っっててううののはめちゃくちゃゃくエネルギー使うのでできないと思ってそれで もうやっぱ寝なきゃと思ったらですねやっぱり脳が寝ちゃうんですよね気が付いたら朝になっててで朝はさすがにバタバタするので私も一応女性なんで化粧とかもするしでなってくると全然できないからもう結局その往復の電車の中の一問一答の単語帳で勉強を主にしてましたそれはねもう本当にパッて見たらパッと答えが分かるぐらいまで浮き上がってくるぐらいまで間違ってるポイントとかが分かるようになってきて でそれがね最終的に、まあ、試験のの合格につながっったのかなと思っていますで当時、まあ、当時というか今もそうなんですけどシャロン試験っていうのは午前中選択式でえ午後は択一式っていって五子択一の試験があるんです。で選択式っていうのは結構マニアックな問題が出題されやすくてで大体1科目で一科目っていうかまあその大きい単位でで。え 5点満点中3点以上取らないといけないとでたまに2点以上で救済措置っていう、えー、基準が設けられたりするんですけど、まあ、そういうやつとで午後が5試択一の問題で3時間半ぐらい試験があってぶっっ通して全部やいくんですねだからもうむちゃくちゃペース配分が求められるような試験だったんですけどもう前半の選択式は正直終わったって思いました。 もう一番最初に国民年金法を見た瞬間にあ終わったと思って当時あの同期合格2010年の。 平成22年の合格の方と今でも話できるんですけども、あの国民年金は終わったねっていう話をね、今でもするくらい衝撃的な問題だったんですよ。で、そこでメンタル引きずったら午後の択一式に影響が出ると思って、もうそこはもう本当に切り替えて、一問でも合ってて、そこで救済措置があったら、本当にもうラッキーと思うって。それがもうできなかったらまた来年頑張ろうと思って、気持ち切り替えて択一式試験を受けました。 で卓越式もねそんなにめちゃめちゃ難しいわけじゃなかったので本当にあの一問一答のおかげでサクサク進んだんですけどそれでもよくわかんない問題もたくさんありました。で、えー、と70点満点なのかな卓越式がのうち58点まで取れたんですよ結果として。で 選択肢もありがたいことに実はその国民年金疑問の問題がね1問しか合ってなかったんですけどあの厚生労働大臣っていうなんか選択肢しか合ってなかったんですけど結果としてそれも1.9歳で合格できたんですよね、まあ、だから今私社労子という仕事ができてるっていうのがあるんです本当にありがとうございますでそうなんか何が言いたいかっていうと、まあ、その試験のね 勉強のモチベーションって何なんだろうって思った時にやっぱり私はなんかまあやっぱ肩書き嫌いじゃないんですよあの気にしないんですけど今はでも嫌いじゃなくてやっぱりなんか社会保険労務士の安さやかですって言ってみたかったっていうビーハー的なものとあとやっぱり一通りこう合格することによってあ一定の知識がある人なんだなっていうことを その研修で言えば受講者の方に知っていただくことによってなんかあのちゃんと聞いてくださるっていうんですかねもちろん難しい話なので法律の問題ってみんな問題っていうか講義ってみんな寝ちゃいそうなぐらい難しいんですけどそれでもなん,かあなんか一定の知識を持っている人が教えてくれてるんだなっていうことで気合が入る方もいらっしゃるんでそれをね目指してやっていた っていいうところでモチベーションが続いたのかなって思います。で今はっていうと何でまたこのタイミングで中小企業診断士試験を受けるのかっていう話なんですけど最近のお客様へのアプローチといいますかサポートの。 あの、やり方が、いわゆる社労士業務ではなくて、社長さんに寄り添う形での事業戦略とか、組織構築、組織開発といった、もっと広い範囲でのご支援が広がってきたからなんですね。で、今までの経験のおかげで、ある程度その辺は、 私も叩き上げでサポートはできるんです。例えばもっともっと、例えばコンビニにしても、コンビニ業界のその一つの店舗での組織体制ってどうやっていけばいいのとか、オーナーさんが店長さんに対して雇ってる店長さんに対して、あるいは直接スタッフさんとやり取りをするのであれば、その方に対してどんな風に接していけばみんながやる気を出して仕事ができるかとか、そういったことって今までの経験と、ある程度ここまで培ってきた知識、 情報これれらを駆使すればある程度できるんですですきるんだけどもっと体系化して私は知った方がいいって思ったんです弱い42にして。でそれは本当にこの経験年数が増えていくにあたって、えっと、すごくあの自分よりも人生の先輩だったりとか経験豊富な方に対してアドバイスをする機会が増えてきたんですね。 これは本当に恐れ多く、かつありがたい話なんですけど、同時にめちゃくちゃプレッシャーなんですよ。だって、先輩ですよ。人生の先輩。企業の先輩。そういった方、しかもその人は、例えばですけど、あの、他の会社さんに対して経営コンサルをやってたりするような方に対してお話を。 するっていうことが増えてきて、これは自分の経験だけだと、結局自分の経験や価値観を伝えてるだけじゃないってふと思ったんですよね。もちろんそれもそれで大事だし、実際にそれをやって再現性のあるものは何回やってもいい結果が出るので、まあ、その意味では、 お伝えしやすい説得力を持ってお伝えできるんですけどと同時にその根拠をもう少し体系化してお伝えしていけるぐらいの技量を持っとかないといかんなって思ってじゃあどうやったらいいのって言ったら一つは講座を受けることだったりすると思うんですよ。例えば MBA の講座を受けるとか、まあ、それに近いような 経営が学べる講座を受ける、勉強するっていうことが一つあるんですけど、もう一つは試験を受けるってことだったんです。で、中小企業診断士とかも社労士とかもそうなんですけど、国家試験って結構頭固めというか、いや、これ、あの、試験では大事だけど、実務ではそこまで重要視されてないよね、みたいなことも学ばなきゃいけないので、その観点で言うと、正直、 硬い情報しか得られないんだけれどもでも国としてその問題を認めてるわけなので、まあ、間違ってるわけではもちろんないし硬、まあ、くて古くて古典的でかもしれないけど同じこと言っちゃったかなけどそれも含めて知っておいた方がいいなと思って今回試験を受けることにしました。 で、また先週お伝えしたと思うんですけど、私コーチを今つけていまして、毎週セッションをやっていただいてるんですけど、実はそのコーチングセッションも経営の事業経営とか事業発展に基づいた、えっ、ー、と、メカニズムというか、あの、スキルを習得できる。しかもそれを実践しながら習得ができるスタイルのコーチングセッションなので、とっても役に立つんですけど、 そこで実践を自分でやりつつ体系的な知識はそのセッションとあと試験の勉強で得ていくというところでそれがもう少し自分の中で噛み砕けるようになってきたらもっともっと喜んでいただけるんじゃないかなってクライアントさんにそう思って今回受験を決意したんですで 6月に始めて、しかも、シャローシ試験よりも、本当にバラエティに富んだ科目で、理論に始まり、えっ、ー、と、財務会計に始まり、それから経済学、そして、えー、運営、生産管理、あと、中小企業関係の法律、えー、経常の会社法などの法律、情報システムなどなど、本当に様々な 領域があるのでまあ、正直ね前日で言う話じゃないんですけど全て受かるとは思ってるんだけど思ってないいや思って思いたいんだけどまあ、ここまであまり勉強できてないので難しいなと思ってるんですよねだけど今回はそれを絶対的に取らないと仕事ができないとかそういうことではなくあくまでも自分の知識を体系化するっていうところに主眼を置いているので 当然、ね、試験でいい結果が出れば、まあ、例えば来年にもう全て合格して私も中小企業診断士として登録したいとは思ってるんですけどまずは体系的なところをしっかり学ぼうという目的でそしてそれが今自分の中でどこまで身についているのかっていうことを知るために明日あさっては受験をしてきます。なのので周りの皆さんも といろんな思いで受験されるんだろうなとは思うんですけど、私も本気だし、きっと周りの方も本気なので、なんかその教室にいる人たちみんなで合格して。なんか終われたらい,いなと思っております。まあ、これはまたね。あの、来週の放送以降でどうだったかお伝えしたいと思います。いや。でもあの試験を受けるっていう話はあちこちで匂わせてたんですけど、まあ、一部の人には当然言ってるんですけど。 中小企業診断試験を受けるって言ったのは今回この,あの大きく言ったのは初めてですので頑張ってきます言っちゃったからには。ということでですね、まあ、ちょっと私の受験経見談の話によってしまったんですけどもしかも気がつけばえどれぐらい喋ってたっていうぐらい20分以上喋ってるんですけども。 お楽ししみいいたただけたら幸いですしもし今週末別に社労試験とか診断試験以外にも試験ってたくさんありますから、まあ、なんか何かしらの試験を受けるよっていう方がいらっしゃったらちょっとなんか参考にしていただけたらいいなと思いました、うん、まあその試験受けなかったら直接的な参考にはならないんですけどでも何でしょうね私が試験を受ける理由っていうのは関わる方がもっともっと良くなっていくっていう一心です。自分ののの名誉のためっていうのももちろん いいと思うんですけどやっぱり誰かのために頑張れる方が私はすごく自分の中でモチベーションが上がるなって思ってそういう気持ちがリンクした時に試験を受けるようにしてますね当然自分のために受けるっていう人もいるからそれはそれで全然いいんですよ。結果として合格すればいいわけなんで試験はってことなんですけどあくまで私は今クライアントさんが。 結構たくさんいらっしゃって本当にありがたいなと思ってもっともっと皆さんのお役に立ちたいと思う一心で自分の知識を今試してこようというそんな心境でございますはいということでね試験頑張ってきますぜひ皆さんもそう人間ってね一生勉強なんであの別に試験の勉強だけではないんですよ人生の勉強ってもう本当にありとあらゆることが 勉強になります。例えば先輩経営者の放った一言とか、後輩が喋ってくれた話とか、ひたむきに頑張る姿とか、もうほっといろいろすべてが勉強です。私はそう思っているので、毎日多くの方に本当に感謝の気持ちでいっぱいで、 知識を、ね、得ることとだだけが勉強だとは思っていないなですねもうもうもう時間の使い方とかも含めてですよ。自分にないものを持っている方っていうのは本当に尊敬しますしできれば自分のその経験をしたりとかその知識とか技量を得たいと思うけれども難しかったらその人の力をお借りして もともと多くの方のお役に立ちたいなと思っています。ということで今私はコンビニ業界から日本を元気にするぞって決めてコンビニのオーナーさん以外ももちろんいらっしゃるんですけど関わる社長さんや関わる方の、えー、より成長とか発展をご支援するために私は今このように情報発信をさせていただいております。 ですので、えー、皆さん、これからもよろしくお願いいたします。そして、私の思いに共感をしてくださって、かつ、何か一緒にやりたいと思ってくださる方がいたら、ぜひ、こちらもご連絡ください。797-FM 技ド 1.com <laughs> と、えー、コンビニシャ労士安さ以サイカのツイッターそれからコンクリ株式会社のお問い合わせ欄。ちょっとね、お問い合わせ欄の ホームページの方はたまに迷惑メールに入ってしまうことがあって反応が遅れてしまうことがございます、えー、ご了承くださいまた今ツイッターはねいろいろ勉強だったりとか自分の使い方時間の使い方を見直すという観点からアラートをちょっと切っておりますのでそれもすぐにわからないことがあるんですけどでもあの確実に1日に1回以上は見てますので あのぜひぜひその時に気づいたらすぐご返信をさせていただきますのでどんどんいろんな方とつながってですねみんなを元気にしていきたいと思っておりますよろしくお願いいたしますマシンガントークでしたコンビニシャロー早川のウィークリーコンビニラジオあなたの人生に輝きを。 たくさんの仲間に出会える場所人生の喜びを発見できる場所それがベタニアチャーチです苦しんでいる人悩んでいる人一度訪れてみてください「9884782」「沖縄ベタニアチャーチ」「浦添市臼熊58号線沿いの大型ビジョンであなたのお店イベントなどなど PR しませんか?」 お問い合わせはグスクマタウンビジョンまでギ宜野湾ヒルズ通り命明イゴ通りにはいろんなお店がショッピングカフェ飲食雑貨そして絶景の夜景スポット新しい宜野湾の楽しみ方がきっと見つかる宜野湾ヒルズ通り普天間宮から伊佐交差点へとつながる坂道宜野湾ヒルズ通りに遊びに来てね あなたの大切な方のお見送りを一緒にお手伝いさせていただけませんか大切な人の最後だからしっかりやりたいそんな願いを叶えます電話番号は892-8688安心事前のご相談は葬儀社進化 沖縄引っ越しセンター「0120497755」「ムービング沖縄」で検索「君の心に溶けた手作りのお味噌を」「シフォンケーキで優しく包む」「く味噌加工しょ夢ごぼ味噌屋が作る味噌シフォンケーキ八重瀬野。 コンビニ社労士安さやかの「ウィークリーコンビニラジオ」はいということで「ウィークリーコンビニラジオ」106回目後半に気が付いたら突入しておりました最近前もこれご紹介したかなと思うんですけどハマってるお菓子がありまして2つえ1つはアイスクリームえファミリーマートで。 今売っているであろうベビースターのくっついたアイスがねすごい好きです。あれ何だったっけなヤフーニュースで見たのかなでうわーと思ってもう見た瞬間に味が想像でできたんですよねあのチョコアイス中バニラでチョコのコーティングがされててそこまで普通のチョコアイスですね。でその表面に ベビースターチキン味がブワーってついてるやつ。うまそうと思って。でも、自宅の近くにファミリーマートはなく。で、会社の近くにファミリーマートあるんですけど、この前久々に会社行こうと思って会社で仕事しようと思って、出勤したんです、週末に。そしたら、その一番近いファミマが改装中でした。 いや改装中なんであ素晴らしいなって私なんかはあのコンビニ人間として思うわけですよ要は店舗改装してるってことはあの契約更新のタイミングだったりするのでリニューアルがかかってでまたさらに続けていこうということだからもう本当にいつもお世話になってますありがとうございますって感謝したんですけどやっぱりちょっとショックだったんですよ。あ買えないと思ったら、えーっとですね、いつも通ってる生態があってあのすごくうまいし。あの とても可愛いんですけどその子と一緒にあ食べようと思って巻き込んじゃおうと思ってでその生態通ってるところの近くにファミリーマートがあるので,で LINE して「今アイス食べたい?」とか <laughs> よかったら一緒に付き合ってもらえないかなって言ったらもう快く OK してくださったんでそのベビースターのアイスを買って2人で食べてめっちゃ盛り上がったっていう。 はい、めっっちゃ美味しかったですやっぱり想像してた通りの味でしたでこれをツイッターに流したら結構いろんな方が反応してくださってで食べたよっていう方もあの何人かねリプライで返してくださったりしてちょっと盛り上がったんですけど一つはそのベビースターがくっついたチョコアイスですねいやー甘じょっぱくて美味しかったですでもう2本食べちゃいましたその時初めてだったんですけどまたさらに食べたいなと思って今度はうちの夫を巻き込んで。 二人で歩きながら食べるという、はい、あまりちょっと交通マナーとしてはよくないんですけども食べました美味しかったですっていうのが一個であともう一つはマリトッツォマリトッツォってイタリアのお菓子ですよねあの生クリームがパンの間にものすごい挟まってるやつあれなとっても体に悪い食べ物だなと思ってるんですけど 一時期やっぱりバーンと出てきた時に一気にブームになってでテレビでもすごく紹介されててでマリトッツォって読めない、ま、マ,トリマトリックスじゃないえマリトッツォっていう <laughs> そんな感じだったんですけど最近ですねあのやっぱりあちこちコンビニでマリトッツォ増えてましてでこの度ローソンもマリトッツォを扱い始めたんですよついにで実はローソンってあの全く扱ってなかったわけじゃなくて。 ローソンストア100っていう100均の方のローソンで実はマリトッツォって扱ってたんですしかもマリトッツォ風だったんですけどでまずローソンで本当のそのなんか本格的なっていうんですかねマリトッツォを扱い始めてもちろんあのセブンイレブンさんとかファミリーマートさんとかも扱っててローソンさんで今回扱うってことになったんですけどそれがねめちゃくちゃ美味しかったんですよいやもちろんセブンファミマのマリトッツォあるいはマリトッツォ風も美味しかったんです ですけどローソンやっぱりスイーツ美生ひいきす,、ね、するわけじゃないんですけどやっぱりあのロールケーキがスタートしてから一気にローソンのデザート商品力が上がってめちゃくちゃ美味しいなと思いましたそれでローソンは実はうちの自宅のすぐ下にあるのでも足しげく通ってるんですけどロールに行くといつもなくてないなと思って。 で昨日のお昼に出かける予定があったんであるかなと思って帰り際に寄ったらあってああと思って買って帰って食べてめっちゃ美味しかったですしかもねちょっとチョコチップっていうかあのすごく細かいチョコチップ入れ 何 <laughs> でこんな細切れの話してんだよ <laughs> マリトッツォだったのですごくねふわふわで美味しかったですよいやーめちゃくちゃ良かったですであとセブンイレブンもね今あのいちごソースだったかな前はオレンジピールのソースをちょっと入れたオレンジピールが結構スタンダードなのかなマリトッツォだったんですけど今度はベリーの方を出してで両方いただいたんですけどめちゃくちゃ美味しかったですはいまだに何がね本当のマリトッツォなのかあんまよく分かってないんですけど 最近はそのマリトッツォを自作しようという動画もあちこちで紹介されてるみたいで、えー、私はあんまり作らないんですけどあの夫はすごく作りたがってるみたいなんでぜひ一緒に食べたいなと思いますはいこのマリトッツォでそれからローソンストア100の方でももともとちょっともうちょっとざく切りのチョコチップを入れたマリトッツォ風のパンが売られてたんですけど、まあ、それが非常に人気だったということで第2弾 いちごのマリトッツフパンが登場しておりますローソンさんはローソンの青い青ローソンと、えー、緑ローソン100の方のローソン両方で違う商品を出してます贅沢すごいどっちも美味しかったですちなみにローソンストア100のマリトッツォは今朝いただきましたいちごソースいちごソースいちご味いちごクリーム美味しかったですはいいちご好きです なのであのすごく最近スイーツとかお菓子のなんかツイートばっかしてますねツイッターで。あれ私そんな人だったっったけと思って一応コンビニ社労士なのでもっとねどっちかっていうと社労士っぽい情報を発信した方がいいのかもしれないんですけどだって社労士の情報を発信しても。 誰が喜ぶんっていう話じゃないですか。で、しかも、一応自分はね、それなりわいにしてやってますから、それをツイートで、やっぱり無償で提供するっていうのは、今契約してくださってる方に失礼かなと思ってやってないんですよ。で、あと、なんか質問がたまにオーナーさんらしき方から飛んでくるんですけど、そういう方に対しても回答しないようにしてます。 それってちょっとやっぱ申し訳ないですよねその今契約をしてお金を払ってくださっている方に対してそこ私は失礼失礼だなというかそれで私が回答したら私がねその人に対して失礼だなと思ってしまうのでその質問をくださる方は別に失礼だと思ってないんですけど丁重にそこは回答する場合にはえっ、ー、と一応お断りさせていただいてお金がかかるっていうことを説明して OK であれば対応するっていうふうにしております。 でやっぱりそれでねあの返信来なくなっちゃう方とかいるんですよオーナーさんでも正直返信は欲しいですよねなんかやっぱお金はかかりますよってそんな決してもちろんあのお金かかるのでこういう言い方も何なんですけどそんなに高くない設定をしてあるんですうんこれ私当たり前だと思うんですよね情報が欲しいんだったらしかも自分の状況に合わせた情報が欲しいんだったらやっぱりお金を払ってその情報を得るっていうことは当たり前だと思うんです あの商品の価値を感じてお金を出して買うっていうのと一緒でだと思うんですけど中にはそれが無償で,で得られると思ってでなんか分かんないですけどそのフォロワーを装って本当にフォロワーさんの方もいるんですけどなんか質問してくる方っていて私はちょっとそれは違うかなと思っております。私の場合はそうう思ってます、うん なのでちゃんと関係性を築いていきたいからそこは私はそのように対応してますのでご承知おきくださいっていうことが言いたいんじゃなくて <laughs>、はい、あの最近ツイッターがスイーツになってるなっていうお話でございました <laughs> ということでねえっ、ー、とコンビニ商品本当においしいです美味しくなってますので、まあ、お弁当はじめ,お菓,めお菓子はじめお菓子はメーカーさんが作るケースも多いんですけどあとスイーツなどなど 本当にね今ねあの美味しいものたくさん出てますのでぜぜひぜひコンビニのスイーツもいいいろろ試して見てしててほなと思います今日はこんな風に一人語りでマシンガンのように語ってしまった回でちょっと自分でも喋りすぎたなって反省していますが皆さんいかがだったでしょうか来週はゲストの方飯田さんという方をお迎えして地方創生の「 あの展望などのねお聞きしていきたいなと思っていますので必聴の会となると思います。ぜひ楽しんでいただきたいですし楽しみにお待ちいただきたいなと思います。えー、また私とスイーツ談義したいっていう方はぜひツイッターで絡んでください。 あと、FM ギドワンのメールアドレス7 9 7ット f m ギドワン .com までメールもお待ちしております。双方向でどんどんこの番組作っていきたいと思っておりますので、ぜひぜひよろしくお願いいたします。また、えー、近々生放送も考えてはいますので、その時はぜひよろしくお願いいたします。ウィークリーコンビニラジオ106回、本日もありがとうございました。パーソナリティーは私、コンビニ社労氏の安さゆかでした。それではまた来週お会いしましょう。試験頑張ろう。